皆様こんばんは遺体管理人のかようかりです今週もよろしくお願いいたしますはい改めまして皆様こんばんは遺体管理人のかようかりですよろしくお願いいたします 今週のアシスタント、在宅介護6年生、広島のともみさんはお休みです。はいそれではですね、今、ラジオを聞いてくださってる方と、あと、YouTube で、この映像として見ていただいている方がいらっしゃると思うんですが、実は今日私はある衣装を着てるんですね。このの衣装というのが 沖縄県ではなじみがあるの衣装を着ております下から順番に青黄色赤でこの赤最後の赤はギャラクシーみたいなあのテッカテカの赤なんですけれどもそういうすごく分厚い衣装を着て臨んでおります。 ぜひ、ラジオの方もですね、FM 那覇さんから、面影クラブ、再生リストの面影クラブから映像も見ていただきたいなと思っております。いつも私はあの、猫みたいなキツネみたいな仮面をかぶってるんですけど、まあ、その上にちゃんとハチ巻キもさせていただいておりますので、まあ、結構見応えがある格好をしているなと。 自分でも思っておりますあんまりちょっと目立つのがあのいつも好きじゃないんでこういうきらびやかな衣装って普段から着ないんですね。で今何でま着て現れてるかっていうと実は2024年は結構エンゼルケアとかエンゼルメイクなどおみとりをされる医療者の方々の勉強会がすごく多く入っていて。 でその中で着付けの仕方がわからないとかあとこの鹿島屋の衣装であったら順番がわからないですよということ例えば襟の合わせもですね左前がどっちなのか右前はどうなのかまたそれで合ってるのかどうすればいいのかわからないという方が多いので、まあ、勉強会の中で私の,あのお伝えできることであれば お伝えさせていただきたいなと思ってこの衣装を持ってですね皆さんの前でこうだあだと実演をさせていただいておりますそのための衣装としてちょっときき着てきてしまったわけなんですがこれ公設市場で購入させていただいて青黄色赤とハチマキと帯全部で3万5,000円ぐらい。 で購入できます。三栄とかには売ってないので。もう降雪市場で買うしかないんですよね。沖縄市とかは中野町に販売してるって言ってました。多分那覇の方々とか、南部の方はあの国際通りの公設市場、浮島通り、平和通りのそういう豚屋さんに行くのが一番早いのかなと思います。 販売されてるお姉さん方がいらしてお伺いしたんですねそうするともうかなり予約が入っていてもうすごいコ,コロナ明けてからはやっぱり多くの方がこの衣装を着られたいということでこんなにいっぱい予約が入ってるんだよって言ってリストを見せてくださったんですけどもうかなりの, <laughs> あの人数なんだなと思いました。それくらい人気があるのかなと 思います県外では亡くなったら白装束四国のお遍路様みたいな格好をされますよね。ですよねでもう100ほぼ100%ぐらいかな100%くらいで家族さんがご用意した衣装なわけなんですけどもその中でこの 十勝、えー、といって88歳、まあ、県外でいうベージュにあたるのかなベージュの88これは沖縄県では十勝っていうんですけどこの十勝の時に青青とと黄黄色色の衣装を着ます青と黄色今私が着用させていただいているこの下が青で上が黄色2番目。 見えるかな？こっちがいいか、これ青と黄色ですね。黄色でえー、98万98歳になると晴れてこの赤のギャラクシーみたいな。デッカデカのちょっと硬い生地のものがようやく着られるんですね。もう特権ですよね。で、これを着て、それが死に装束になるというのは沖縄の高齢者の方あるある？ なので、まあ、その部分でこの着せ方というのを私はお伝えしている感じになりますでこれあの歴史が深いんですよね朱利の王朝時代にその年まで長生きされたお年寄りは神様に近い尊厳があるとされててでこのお祝いの日だけ王様と同じきらびやかな衣装が 許されたというふうに言われています。なので、このお祝いの日、まああのカジマヤの日ですね、だけはあこの赤い着物着ることが許されたっていうことになります。うん。結構あの流装というのは歴史があ深いなってすごい感じるんですけど、例えば。 なぜまあ下が青で真ん中が黄色なのかっていうところもそうなんですがこれ、えー、といわゆる信号機みたいな色の順番になってるんですね。正しいのは肌から近しいのが青でしょ青黄色赤の順番になってます。 で時々青と黄色どっちがどっちか分からなくなるどっちが肌に近い方なのかな分かんないなっていう方々は、まあ、信号の順番で覚えてくださいねってお伝えしてるんですけどこれ理由がありましてでこの琉球王朝の時代には青というのは庶民が着ていた色で黄色という色、まあ、あとは紫とかもそうなんですけどこれらは ちょっと暗いが高い人たちしか着用することができなかったお色だということなんですねなので下が青で次に黄色という順番が、えー、泊まりの流走の教室の先生がおっしゃってましたまあ、そういうふうな言われがあるんですよということでなのでこの順番なんですよということですね 黄色の衣装とかもなかなかこのテカテカしてるのもあるんですよもう本当に面だけのものもあるしテカテカしてるやつがあってで私あのテカテカを買ったんですけどえっとプラス34,000円ぐらいするのかな面よりもうんなのでまあいろいろとこの種類もたくさんあってでまあこの頭も鉢巻きですねしっかりと鉢巻きをさせていただいておりますので まあこういうふうな格好で、えー、それが死に装束として沖縄県の場合は受け入れられてるっていうふうな地域になりますね。日本全国いろいろな死に装束があると思うんですがこういうふうな、まあ、あのうんと地域でこれを着るっていうのはなかなか他にはないんじゃないかなと思います。うーん だからそこを考えるとやっぱり沖縄の大切にしたい文化になるなっていうふうに感じますしまた、すごくかわいいんですよこれ赤もなかなかな赤もう紅しょうがみたいなあのすごい赤ですよね。結構 バチッてした。なんか原色みたいな赤だしまあ、そもそもこの流装とか、そういうお色が原色ベースで作られてるのでなんかね。青とか黄色とかまあ、すごく綺麗な色がうん。目覚ましいかなと思います。はい。まあ、ちょっとあの映像でね。動画で見ていただけている方はまあ、少しこういうのが沖縄県でよく着られてるよ。っていうのを。 見ていいただければなと思いますちょっとおなんかまやかしキテ,ィキティちゃんみたいな感じになってますけど、まあ、そういうふうに狙ったわけではなくて、まあ、ただそうなってしまったっていうだけなのでぜひそのあたりも多めに見ていただければなと思ってますははいそれではです。 あなたの大切なご家族を火葬日までお守りいたしますご遺体のむくみ痩せ事故腐敗お顔の悩みは株式会社面影にお任せくださいまたセミナー勉強会は無料で承っております沖縄面影ホームページよりお問い合わせください はいありがとうございますそれでは後半お話しさせていただきます私ラジオ番組始めたのは2023年の1月からなんですねで結構物事をやるときに必ず3年間は頑張ろうと思ってやるタイプなのでとりあえず、まあ、石の上にも3年ということでしっかりと3年 ラジオは続けたいなと思っています。今2年目になりましたので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。23年2023年のゲストの方々も本当にたくさんの方がいらしていただいて、えっ、ー、とまあ葬儀屋さんですよね。まずは私は葬儀界隈の人間なので葬儀屋さんで、あとは訪問看護さんもたくさん来てくださったり。 ドクターもいらしていただいてますよね。あとは、えー、私特だと何回も言っていた遺品整理事故現場特殊清掃士の日賀恵さんですね、まあ。彼もたくさん来てくださいました。でまあ日賀恵さんに関してはあの私ウジムシ好きなんですけど、まあ、ウジムシっていうのはハエの幼虫のことなんですが、まあ、いろんな思いからウジムシを育てている中で。 やはり一般の方々には受け入れられない、まあ、趣,趣味というかなかなかあのちょっとおぞましい見た目をしているので,で集団ですしなかなかこう私がこういうのを育ててるとかこういうのが、まあ、好きというかまあまあまあ好きなのかな、まあ、そういうふうに感じてるっていうのを理解いただけない部分がある中で比嘉圭さんは孤独死の 後のお家をきれいにする係なので、まあ、たくさんのウジ虫を見てるんですよね。で、まあ、本当にフットボールくらい。パンパンに腫れ上がってるウジ虫とかを説明されたわけですよね。もうすごく嬉しかったですよね。やっぱり私は。自分の、まあ、あの、テリトリーの中で腐った豚肉を。 でその匂いでハエをおびき寄せてそこから卵を産ませたりウジ虫産ませたりしてでさなぎにさせてサナギからハエにならないかどうかっていうこういうふうなことを取り組みをしてる中で比嘉恵さんはもうハエになったウジ虫を見てるわけですから私が求めてるこの一歩先をもうすにでに 体感しているということで、やっぱりおおっていうふうに思いますよね。まあなので誰得かと言ったら、おそらく日賀恵さんと話しているときは私は一番私得なのかなと思いながら四回も読んじゃいました。<laughs> ちょっと四回はでもね日賀恵さん面白かったんですよ。あの知らない世界を知るというのは 面白いですよね YouTube とかでもそういう方々が結構バズってると思うんですがやっぱりああいう私が知らない世界をご存知なわけでまあそれはそれは私が知ってる世界なんかかなり一部分なんですけどなんかそれで比嘉恵さんの話面白いと思ってたくさん言おばさせていただきました。でまたその他にはケアマネさんとか。 あとは訪問介護さんもいらしていただいたり薬剤師さんも来てくださったりとか、まあ、極めてあの何て言うか皆さんが受け止めやすい職業の方々がいらしていただいてましたね。他にも例えば死にまつわるということで、まあ、ペットの看取り師さんも来てくださったりとかうんしてますね。まあ、これらあの こういう方々、もう極めてその人に受け入れられやすい職業をされている方々には、やっぱり私だけではなくて、広島のともみさんという、あのすごく MC、もう本当に本職ですから、あのちゃんとしてる人がこう失業としてくださって、すごくともみさんには助けられたんですよね、2023年は。私ラジオととかししたことないし どうせいっていう感じの中でやっぱり友美さんがすごくこう何ていうのレシーブレシーブうんですよねうまくパスもしてくださったし、まあ、私はアタッカーだと思ってるんでちょっとしっかりできたかなと振り返りながら今お話もさせていただいております。 その中でそのコアな職業の方々に関しては私が一人でこうお話相手させていただいてたんですけどそれが比嘉圭さんですよね特異品整理事故現場特殊清掃の比嘉圭さんとあとはやはりオカルトで一番初めに来てくださった小原先生ですね。小原先生はあのかなり 優しししい人でびっくりしました私もう少しなんかクールなドライな感じの方なのかなと思ってたらめちゃくちゃ優しくてで2023年は実はオカルト芸人とか怪談芸人さんと何名かとお会いさせていただいたんですよでもご縁があってその中であの牛牛っていう名前の私犬を飼ってるんですけどこの牛をすごく めでてくれた人なんですよ。で、まああの私の中でナンバーワンツースリーをまあ勝手に決めさせていただいて、えー、これは、うん、小原先生はまあトップスリーに入るくらいこの牛に対しての対応がめちゃくちゃ優しかったですね。すっごい優しかった。もう抱きかかえ方が あのすごく大き大柄というか身長が高い先生なのでこう背骨を曲げてこう C C カーブして牛を抱きしめてましたねなんかあれを見た時にうわあすっごい優しい人なんだなと思ってあの、うん、すごく優しいかったですよもうちょっと語彙力がなくて申し訳ないんですが。 だって男の人がさその犬とかを抱っこする時に背中を C にすることってないじゃないですかすごい優しい印象を受けましたでなので、まあ、それも相まってあの4回もまたん呼んじゃいました <laughs> 4回来てくださったんですよちょっと夜なばるっていうちょっと遠いところからこの収録場所までありがたいですよね、うん、で2024年は「 高田幸太先生という青森県の怪談の方も呼んでますし、まあ、これはあの来週なんですけど来週第2月の第3第4週は高田幸太先生でで3月の第3第4週は角倉カオスさんという方あのスキ,キオの声真似してる人が来てくださいます。 なかなかそういった方々とのお話っていうのは私の中で私はあのオカルト民なんですねもともと今でもなんですけどそういう怖い話が大好きな私ですから非常にあの興奮してお話しさせていただきましたのでぜひ楽しみにしていただければなと思ってます。はい でまあ、ちょっとですね、ずっとこの静止画みたいな感じでさせていただいちゃってるとあれなんで、まあ、ちょっとここで私、実はモノマネができるんですよ。で先ほどあの、スミクラカオスさんが、スケキオ、えー、と犬神家のの一族のっていう映画がありますよねその中で、スケキヨの声真似をすごく得意とされていて。 で実際3月のこの収録の時これからえっと放送下の中でそれをしてくださるんですけど、まあ、私も実はモノマネができるのでちょっと本邦初公開ということでさせていただこうかなと思います。でまあこれはずばり何のモノマネかっていうと、えー、ご遺体の声マネをさせていただきます。はい えー、時々、亡きがらと一緒に隣で眠った方が夜中にその、まあ、お父さんからお父さんが叫んだとか声を出したっていうふうなあこういう実体験を SNS とかネットで書かれたりするんですけどあれは本当にそうだというのを私は知ってるんですね。で その時の声のお父さんが出した声のものまねをします。あー こちらなんですけど。これは。ご遺体の腹部に溜まったガスが。声帯を震わせて、口から出てきたという現象になります。そうすると、こういう声が出ます。で、これは何のメッセージかというところまで、実はまあ解明できるんですけど。決してお父さんが辛いとか。 ご家族の最後の叫びとかではなくてですね、えー、お腹にガスが溜まってるということはちょっっと腐敗が進行しててますよっていう状態なんですよねなのでもし泣きがらと一緒に休んでる方がその方からこういうふうな声が出てたらそれは脳幹視さんとか そあの葬儀屋のメイクさんを呼んだ方がいいですよっていう合図になりますので、まあ、是非とも覚えておいていただきたいなと思います亡くなった方から出る声のものまねをしました今ですねもう一回しますよああ でまあ、これが出る現象としては、まあ、先ほどお伝えした通り腹部にガスが溜まっているということで腐敗の一歩手前の方々であるということでもう一つは口が開いてなので口閉じも一緒にしてあげましょうということになりますからもし沖縄県でご遺体がちょっと叫んでたよっていう方は 私に連絡くださればあのガス抜きができますし0.5秒でガスが抜けます。お腹のガスはすぐに抜けますしあとはもう口閉じですねお口も閉じてあげましょうということで口閉じも,もう1分くらいでできますから、まあ、すごく早く対応できるのかなと思います。県外の方々はここうういう声が聞こえたら まあ怖がらずにですね、そっと葬儀屋さんにちょっと状態が悪いかもって連絡してくだされば葬儀屋さんが例えばドライアイスの量を増やしたりとか、まあ、なぜ腐敗のちょっと一歩手前の状態なのでちょっとねそういう部分でケアができるのかなと思っております。2024年は私はこれからもグリーフケアとして家族さんの心のケアに努めたいと思いますので。 まあ、こういう発信もたくさんできたらなと思っております。はい。それでは、今日もお時間となりました。遺体管理人の面影クラブ。お相手は株式会社面影。遺体管理人こと、かようかりん。 来週は青森県から会談し作家さんになりますね高田幸太先生をお招きしております青森の怖い話をおたくさん聞かせてくださるということですので皆様どうぞお楽しみにされててください、はい、えそれでは最後にもう一度 ご遺体の恋真似をさせていただきます。<ー>どうぞ素敵な週末を。お過ごしください。